よろしくお願いします。お願いします。まずは、部会長、はい、まあ、受けられた経緯ですね。どういう経緯で依頼を受けたか。2年前に一緒の部会で、今の会長とご一緒させてもらった時に、男としてか、恋としてかわからないですけどあと今後の YG について熱く語る中で、多分信頼して任せてくれはったなと思います。で、心意気はやっぱり断ることができない性格なんで、喜んで受けさせていただきました。まあ、あの新入会の部会ということで、ちょっとまあ普通の部会とはまた違うと思うんですけど、そのあたりはどうですか。そうですね、まあ、ほんまに新入会員の部会やから受けさせてもらったっていうのも大きいです。今まで、普通の単会、普通の部会やっていろんな事業を作ることに専念してきた中で、私も、入会した時は新入会員部会からのスタートだったんです。それでまあまあその時に感じたことも、活かせるやろうし、自分の社業においても今後肥料を育てていくという上でちょっといい勉強にもなるかなと思いまして受けさせてもらいました。はい、そうですね。じゃ あの今まで始まって3ヶ月ちょっとですけど、今までのところどうですか。今のところはもう本当に交流を中心に最初は出題させてもらって、あと何で来た頃そろそろ一班ずつ3班ある中の1班ずつ、役割終わっていっているので2週目になろうという時期なので、今後、新入会さんが中心になって事業を組み立てていく、ひいては10月に近畿ブロック大会、3月には、卒業パーティーと年度末パーティーも控えてますんで、そこに向けてやっぱり物事の作り方とか、意味を知っていっていただきたいので、そろそろ新入会さんにも覚えていただきたいと思っている時期です。何か全体に向けての PR とかありましたか。そうですね、うちの部会はもういろんな他の部会の意味も感じてほしいので、次は考えているのが大分部会やロコイノベーション部会の、京都流儀事業、はい、それは、まずうちの事業としても捉えて、この例会でも、うちの部会員が中心になってPR させてもらいました。新入会員さんに向けて。で次は、8月23日の亀岡会員大会、これもまあもうやっぱりうちの部会の、副班長で倉地副班長、木下副班長も出向して頑張っていただいてますので、みんなでやる事業やという意味で、そこも PR させてもらいました。新入会員なんでなかなか意味もわからへんと思いますので、そこを体験してもらうことによって私たちが次、企画しているのは近畿ブロック大会担当されていますので、そこに行かせればと思って、進めておりますので、皆さんまだ PR もちゃんと今までにない障害部会にない PR もしていきますので、チェックしていただき参加いただけると嬉しいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。お願いします。まずはですね、部会長を、まあ、受けられまして、はい、まあ、半分ぐらいになるんですけれども、うん、まあ、あのちょっと思い返していただいて、うん、部会長をちょっと受けられた経緯ですね、はい、まあ、どういうことで受けられた経緯って別にそんな強いて難しいことはないけど、とりあえず、なんかな、まあ去年か理事やって、まあまあ新井部会にいてて、まあ部会長の大変さいうのまあまあいろいろ分かってたんやけども、はい、それに際して、まあ、今の会長から、まあ、お電話いただいた時に、うん、俺できんのかなって思ってて、うん、まあでも周りみんないろんな、まあ、ここも聞いてたら、うん、まあ声がかかるということはやっぱり何らかのやっぱり向こうの会長の思いもあったり、うん、みんながみんなに声がかかるわけじゃないんで、まあ、それは光栄に思って、まあ、自分のできる限り、まあ、やらせてもらおうかなと思って、ま
まあ、あの受けさせてもらったのは事実です。なんか迷ったりは？ああ、めっちゃ迷いましたよ。あの、まあ、仕事の加減もあるし、うん、まああのまあ、ほんまに俺できんのかなとか、うんうんうん、あの思ったし、それとあと、まあ、役員会以外にまた出ていかなあかんこともいっぱい出てくるし、うんうん、仕事とそれの両立、はい、それがまあ果たしてできていくのかなという不安はあったけども、うん、でもまあやってみたら、まあ、自分なりの時間、その自分が時間を作るということができて、うん、まあ今から思ったら、ああなんとかなってるなと、うん、まあまあこれから、まあ逆に受けはる人とかいろんな声がかかる人がおられば、うんうん、まあ一回、まあ、挑戦するのも一つかなと、うん、まあ、まあ、ここはそうかね、思ってたより、まあうまくできたというか、大変ではなかった、まあ、うまくできたというか、まあ、あの範囲さんというか、班長さんとか、うん、あの副部会長とか、まあ、みんなが一緒に協力してくれはって、うんうん、まあ、僕一人の力ではできないし、まあ、みんなが一生懸命やってくれてはるんで、うん、まあ、なんとか僕は今際立って見えるのかなみたいなことはありますね、うんうん、だから、まあ、みんなの感謝はありますね、うんうんうん、なんか今までの事業でこう印象残ってる事業とか、あ、今まで事業ね、まあ通奏やって、うん、で次日本 YG の役員会この間終わったけども、うん、まあ、はい、通奏は去年去年か、去年も実は通奏を僕担当してやってたんで、まあ、あの通奏何のことなく、まあ、あの総会と懇親会、うん、まあ、そのまま滞りなく終わったかなと、うん、でまあ、日本 YG の役員会というのが、まあ、あの今まではっきり言って、まあ、京都 YG の方が、まあ、ある程度、3年か4年前かな、うん、まあ、以下受けてやらはったんやけども、うん、でも僕らに関しては水のもん全然前が見えへんもんであって、うん、まあまあこれだけの出題をやっといてっていう話だったんやけども、うん、それがまあ聞いていくにどん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 広がっていって、うん、まあもうどうしたらええのんっていう、うん、話になって、まあそれがほんまに、まあ、日本 YG とのつながり、事務局とのつながり、いろんな面であれも勉強になったし、まあ、思い出残る、まあ、事業、僕に対しては事業かなと、うん、まあ、あのうちの、まあ、理事さん、うん、みんなも、まあ、副班さんも踏まえて、スタッフ踏まえて、まあ、あの日本 YG の役員会、まあ、あの絵も見せてもらったし、全国大会 の、 あの、まあ、承認もあったし、うん、まあ、あのいろんな面で、まあ、あれがめちゃくちゃあの僕は、自分の中では一番やったなとは思います、うん、まあ、そうやってこう、ね、部会長受けられて、うん、でまあ、その受けるきっかけになると、まあ、会長からの言葉あったと思うんですけど、うん、部会長から、見てですね、うん、松永会長はどんな男ですか？硬い男やなと思ってじゃあはっきり言って、あのあ、まあ、彼もあまり長い間一緒にあの仲を、YG で一緒にやってきた人ではないんですけども、うん、まあ、僕も入って6年目かな、うん、でもまあ1年2年ほど前、まあ、警視庁で1回で一緒にさせてもらって、うんうん、そこのところでまあ初めて、まあ、しゃべったり出会ったり、こんにちは、おはようさんじゃないや、まあ、そういう長い挨拶するけども、うん、でもまあほんまにじっくりとしゃべったことはなくて、実は警視庁の大津で会った時に、あのまあ全国大会を次の年に控えてて、人数が全然来てなかったんですよね。その時誰が来たのかな、うん、太田さん、太蔵さんで今の会長、うん、で由美さんかな、うん、その辺り来たはったんやけども、まあ、人が少なかったよ。理事も僕一人やったよ、下旬な時、はいはい、なんでこんな少ないのっていうのを喋ってて、下旬なお前年ちょっとね、そう、ね、なんでなのかなと思って、誰も来らへんなとかいう感じだったんやけど、うんうん、まあ、そこで今の松永会長とその内容を話して、うん、この人熱い人やなっていうのはうんうんうん、まあ、分かって、これでいいんですかみたいな感じでまあまあせやなみたいな、うん、まあまあ、だから僕からしたら、まあ、熱くて硬い男ちゃうかな、今の YG にね、うん、なかったらあかん人ちゃうかなとは思ってますね、うんうん、はい、なんかそのどういう言葉で口説かれたの？いや、口説かれてない、まあ、あのもう2つ返事で、うん、まあ、いや、ちょっと悩んだけども、まあ、口説かれたというよりも、うん、まあ、あの一回それを、まあ、どうやったかな、忘れてもらうな。なるほど。半分ほど、まあ、過ぎて、うん、どうですか、部会長というポジションは。あ、ええと思いますよ、これ。はっきり言って、理事やってたら、うん、部会長から、あれやっといて、これやっといてとか言われるけど、入れる立場っていうのは、ごめん、まあ、言い方悪いけども、うんうん、楽。
まあラブっていう言い方よりも多分ええ経験させてもらってるし楽しいし、でまあそれを自分がまた見返して、その人がまあリーさんがやらへんかったら自分に出たら帰ってくるから、それを見越してまあお話し合いしながら言うてるんやけども、でもやっぱりまあ勉強させてもらって、 今までずっと副班をね3回かな、で理事やらせてもらって部会長があって、まあ今までのがやっぱり生きてきたな、でおまけにそれをまたみんなにあのね回していかなあかんし、なんかあのブランドライン部会さんはこう見てると結構あの、何か団結力があるというか、団結力、ね、あの役員会でもね積極的に発言される人が多いなという、まあ、団結力で言うよりももうとりあえずもう役員会では言いたいこと言えやと、もうあの自分の分からへんことを持ててお腹に持ってたらやっぱり、まあ、僕自体がもう言いたいことをもうすぐ言ってしまう方やから、やっぱりそれを言うたらやっぱり自分もすっきりするし、分からへんことは分からへんで、それを最後まで分からへんをずっと残すんじゃなく、分かるまで聞けやっていうのをね最初に言ったから、やっぱり上手にみんなはねやってくれてある。でおまけに班員さんも団結力っていうか、まあ、スタッフがみんな固めてくれはって、お母さんもで班長さんもで団結力があり、まあまあ、スリープを掘り起こすっていうのもあるけども、まあまあ何人かは掘り起こってきたなと思ってるし、でまあこれから先も、まあ今から、あと半分残ってるけども、もっともっと掘り起こしって、まあ最後にはみんなで笑いたいなとは思っています。なるほど。そしたら何かあのこれからですね、皆さんにこう PR をしておきたい事業がありましたら。ね、うちの事業、まあ事業っていうか、あのまあ、うちの杉下部会長と、穴沢班長と、樋口君が、まあ、あの青年団体会議に出向してくれてます、でまた11月1日に、青年団体会議、ほんま2月あるんやけども、まあ、京都 YG の 全国大会があるんで11月に、まあ、今回になりましたけども、まあまあもうあと1ヶ月そこそこでありますんで、ぜひ、11月1日の、青年団体会議あの登録していただいてみんなで行きたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。